16ビットクエスチョン後編も見ていただき、皆さんありがとうございます。秋里この早くの古賀葵です。よろしくお願いいたします。このはちゃんはですね、超人気絵師を目指す駆け出しイラストレーターの女の子なんですけれども、もうとにかく美少女ゲームが大好きな、もう美少女ゲーム愛にあふれた女の子でして、自分が描いた美少女をいつかゲームの中で動かしてやるんだっていうのがすごい夢で、一生懸命頑張ってる子なんですけど、現代のゲーム会社事情においてなかなかこううまくいかず、ちょっと悩み大きいところがあるんですけれども、でも愛にあふれていて、ここからどうにかして脱したい、絶対に自分でゲームを作りたいんだっていう夢をたくさん追いかけている、とにかく一生懸命な可愛い女の子でございます。アフレコが始まる時にも監督からいただいたんですけど、とにかくこのはちゃんは一生懸命な子で、見ている人が応援したくなるような一生懸命さだったり、この全力全身な感じだったり、なんかそういうところを大事に演じていただきたいですっていう言葉をいただいたので、もう元気いっぱいそしてその好きっていう気持ちをどん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 こう出していくというか、前に前にこの好きっていう気持ちだけでこう突っ走れる、そのパワーみたいなのをすごく大事にしながら演じさせていただきました。いつも全力なところもすごく魅力的ですし、現代では思い悩んだりするところもたくさんあったりするんですけど、でもそんな中でも私はこういうことがやりたいんですって言えたりとか、自分の好きな思いを思ったままにせずちゃんと口に出したりとか行動に移せたりするところ、計画性は多分あんまりないんだと思うんですけど、でもそうやって好きなこととかを後ろめたさとか諦めたりとかせずに全力でずっと向かっていく姿勢とかっていうのはすごい素敵な子だなって思いますし、見てるとすごく元気になれる子だなと思います。大好きです。このはちゃんは人にその美少女ゲーム、美少女のことを語るときにわーって結構マシンガントークみたいな感じで早口でわーって言っちゃうところがあるんですけど、そういうところはちょっと似てるなって思います。私も好きだなって思うこととかを人にどうしてそれが好きなのって言われたときとか、それはですねってなったりするので、なんかそういうところはすごい似てるなって思うし、共感できるところだなって思って見てます。得意分野についてもわーって1聞いたのに100回しちゃうみたいな感じとか、すごいわかるなって思いながら見てます。一言で表すと、歴史、授業で習うような偉人とかの歴史ももちろん日本にはあると思うんですけど、そうじゃなくてこういう文化、日本独自の文化というかが発祥になるような文化の歴史がすごく詰まっている作品だなって思いますし、日本の人にももちろん見ていただきたいですし、その当時90年代からずっとこういう美少女ゲームを愛している人たちにもめちゃくちゃ刺さると思いますし、今の子たちが見てもすごく刺さる部分もあると思うし、日本のことが好きな方とか世界中の人が見てもはぁーって感動するようなところがたくさんあると思うので、そういった意味で大きく歴史まとめさせていただきました。見どころは90年代の美少女ゲームたちを愛していた方たちにはすごくわかるっていう共感ができるところもそうですし、今ゲームが大好きな子たち、美少女ゲームとかも好きな方たちとかもその歴史に触れられますし、過去と未来というか現代
をタイムリープしたりして行き来しているシーンがあったりするんですけど、なんかそういうところでこうちょっとずつ変わっていく様だったりとか、エモーショナルな気持ちにもなれつつ、でもこう SF 感もちょっとあるっていうところがまた新しいところだなって思うので、これすごい見応えがあるんじゃないかなと思います。前奏の部分からめちゃめちゃこの作品に合ってるなっていう感じがすごくあって、中川翔子さんが担当してくださるっていうところですごくびっくりまたしましたし、あ、すごいと思って、もうまさにぴったりというか、多分視聴者の方たちとかもすごくびっくりされると思いますし、キャッチーと言いますか、ちょっと懐かしさも感じるようなところもあったり、当時のことを思い出しながら聞いてくださってもいいですし、ちょっとこの懐かしい感じが好きだなっていう、あの今の、あの学生さんたちとかもいらっしゃると思うので、楽曲からも作品を楽しんでいただけるなと思って、すごく素敵だなと思いました。改めまして、秋里この早くの古賀葵です。ここまでお付き合いいただき皆さんありがとうございます。16ビットセンセーション、当時を知っている方たちからしたらものすごくこう共感できるというか、懐かしい気持ちになれるシーンもたくさんこの作品には散りばめられてますし、当時のことを知りたいあの今の学生さんたちとかもすごく勉強になると思いますし、この16ビットセンセーションを作っているですね、制作人の方たちの熱い熱い思いがですね、めちゃくちゃとにかくあの散りばめられて詰め込まれている作品だと思います。で、今ものづくりをしている方たちとかにもすごく刺さる作品だと思いますし、何かに夢中になりたいとか何をしていいか迷っている人とかにもぜひ見ていただいて、コノハちゃんたちの奮闘をですね、見届けていただけたら嬉しいなと思います。ここまで見ていただき皆さんありがとうございました。作品どうか楽しみにしていてください。そして先行上映会の方もありますので、この熱量をぜひ先行上映会でも楽しんでいただけると嬉しいです。ここまで秋里木の葉役の古賀葵がお届けしました。楽しみにしていてください。ありがとうございました。